はい、それじゃあ、テレキラ撮っていきましょうとか言ってね。どこに行きゃ良いのじゃ、今度は。今度はどこに行きゃ良いのじゃ、けど。まあ、確率が高いとしたらここやな。そうか、契約は失敗だったか。まあそううまくはいかんわな。申し訳ありません。次は成功させます。いや、しばらくは行かなくていい。こちらでも対策を考えてみる。その間私たちはどうすれば。お前らちょっと休んだらどうや。戦闘の時からずっと働き詰めやろ。まあ確かに言われてみればそうですね。もはやお前らはこの国の稼ぎ頭なんや。顔でぶっ倒れられたらたまらんで。うちら休んでいいんですか。いや、誰も休めろと言ってないぞ。俺が働かせるみたいな言い方やめろよ。やった。やさ、何しますか。いや、何しますかって、なんで一緒に住むとか前提なんよ。え、だってせっかく一緒にお休みですし。私は付き合ってもいいわよ。やった、さすがフェリシアさん。別に嫌とか言うてへんやん。あー、なんか楽しそうやな。戻りたいんちゃ。いや、今はまだ終われへん。とりあえずルイが短期になるタイミング待とう。いっぺん外に出るで。どこかがケンバルだか右手の方を頼む。 OK。 セナ私は出て行ったからルイは出てこへんな。中で何しとんねん。グッ、どうした。なんか動向に変化あった。ゲンですよね。ひたちがいだ。私はさすらいの傭兵シュバルツ。ゲンではない。近いよ、お嬢さん。おっぱい当たってるよ。え？え？やっぱり。剣だったんですね。はっ、ウルトラアイが。いろいろ言いたいことはありますが、とりあえず元気そうで何よりです。セルは、あ、さ、勝手に泣くなったりして。お前ですよ。残された私たちそんな思いやったか分かりますか。寂しくて、虚しくて、許せなくて、歯がゆくて、とても心配やったんですよ。私じゃ通りなかったんですよ。私には背負いきれないと判断したんですよ。いや、いや、私は弦が辛い時にそばにいれない自分が情けないんです。セルバ、勝手にいなくなってごめん。もうみんなも巻き込んでまうのが怖かったんや。はい、ゲンの気持ちは分かっているつもりです。ゲンさん、きっとやるべきことがあるんですよね。ああ、なら終わったら絶対帰ってきてくださいね。私それまでにもっとすごいドラゴンナイトになってますから。ああ、モノチン、パパッと片付けて帰ってくるで。約束ですよ。これお返しします。オッケー、行け。
私にできることがあれば何でも言うてくださいね。私たちは剣の味方ですから。ありがとう。その言葉があれば俺は頑張れる。大げさですよ。じゃあ私行きますね。あ、また。そうだよな、俺は一人じゃない。ありがとう、セルマ。ルイは？何をしてる、剣の村だっけ。ルイレーブスが動いたね。しまだ。やっぱそうなるよね。うん。ルイ！お前戦争の間どこ行っとったんや。どちら様ですか？俺だよ、ワリオだよ。先輩、ちょっとつらかせるか。構いませんよ。何ですか？単刀直入言うが、オードレが契約してるエンシェントドラゴンと直接話させてほしい。エンシェントドラゴンですか？あの、直接というわけにはいきませんが、俺を経理してもらえるんやったらいいですよ。そこをなんとか頼めないか。1対1でサシで話がしたいんや。あの、エンシェントドラゴン自身が取り合わんと思いますよ。彼、極度の人間嫌いなので。ブラックドラゴンの力があれば多少なりとも話は聞いてもらえそうやけど。ダメ元で会うだけ会わせてくれ。まあ、そこまで言うなら試しに呼んでみます。ルイ様、お呼びでしょうか。お前と話したいっていう人がいるんだ。ちょっと話を聞いてやってくれへんか。俺は剣、童貞や。エンシェントドラゴン。あんたら話したいことがある。人間と交わす言葉は持ち合わせておらん。ちょっとだけや。っていうか、ルイカで人間やろ。この方は特別や。貴様などと一緒にするな。俺はブラックドラゴンと契約してる。それでも話を聞きにならんか。関係ない、され。全然あかんやないけ。あいつドラゴンのおもちゃうんけ。ルイ様、もうよろしいですかな。あ、下がれ。では。というわけでね、先輩。すいませんけど。聞く耳持たんって感じやな。あれじゃどうしようもない。力になれずすいません。いや、こちらこそ急に悪かったな。うい、今日、会うたことは。誰にも言いませんよ。ああ、助かる。ところで、ルイ、戦争の時、俺の部屋来たよな。あの時の感じだと俺の事情について知ってるようやったが、お前は。実は俺もドラゴファクターできるんですよ。あの時の先輩の様子を見てそう判断しただけです。そうやったんか。お前すごいな。先輩に比べたら大したことないですよ。じゃ、そろそろ行きますね。あ、引き止めて悪かったな。それで趣味どうやった？悪い、特に何もつかめずや。そっか、まあ致し方あるまい。今後の方針を決めるとしよう。それなんやが、次はグラフス行こうと思う。グラフス、心当たりあるんか？あ、グラフスにラインハルトっていう童貞がおるんや。そいつに話を聞こうと思う。を見るとアスラに一目合ってない童貞おるようながこの村に合わんねえんか。それは俺の親父や。会いに行くのは難しいと思う。なるほど、あなたの故郷ともあれば特に監視が厳しいやろうからな。そういうこっちゃ。ならばまずはやりなしとこだな。すでに港としての機能も復活してるやろ。じゃあ、しかし発掘の称号を図殿下に来てんだからな。移動できません。シュヌ。
回復してから行こう。わお、ここ。うん。以上。ああ。すいません、あのマグダラだけでグラス大陸行きたいんですが、船出ます？お、出る。やった、ではお願いします。お客さん、その前にその仮面取っていただけますか？は？仮面を？はい、一応あの警備強化中のもので、あのとりあえずアルコール消毒もお願いします。悪いが、この仮面は外せん。顔にひどい怪我をしていてな。ですが、決まりですので。ならば人目のつかない場所で頼めるやろか。彼の尊厳に関わることや。それなら構いませんよ。大丈夫なんか？人目にさえつかなければどうとでもやりようはある。やりすぎんなよ。では、お願いします。あ、あなたは、ケン・バルダック。お前には眠ってもらうで。ちょっと待って、お姉さん。私はあなたたちを連行するつもりはありません。信じると思うか？ここから頼まれているんです。ケンバルダックがみんなに来ることがあれば見逃すようにと。エレットが？はい、みなとの監視をしている兵たちにはそう伝えられているはずです。そっか、あいつが。あまいな、こいつが出まかせを言うてる可能性もある。あとこたつでも頼まれてきました。意味を理解しかねるのですが、殴ってごめんねと。殴ってごめんね。あいつの指示で間違いないわ。あなたがそういうのならそうなんだろ。この強者を眠らせる必要はなさそうや。あ、マグダリナ。ああ、マグダルナはこっちか。なら行くことはないな。よー、やっと着いたな。空いてる人はないぞ。こっから移動するには列車にもならんけど、なんかな。ちょっとこの港で一泊してこうや。あるわけでもなし、今後の計画も兼ねてそれもええかもな。船の上では話し合いできる状態ではなかったしな。あれ、なんかまた新しいやつ出てきたで。多分あの、多分あのビルギットの時のやつとは別人やな。うん、まあでも同じこうやってにしよう。
それは不可能だ。諦めるんだな。さよけ。あ？あ？おとれラインハートやないけ。だから誰やねん、怖いわ。俺だよ。お前ゲやないか。お前無事やったんけ。なや、お前もう締めたはんのこと知ってんの。知ってるもんな、もうお前が朝に帰るとき一緒の船に乗ってったやろ。ああ、そやそやったな。あの時はマジでビビったね。到着すりゃいいな。船がつわものに取り囲まれてたんやからな。それにとっくにエール国王の逝去とお前の噂はグラフス中に広まってると思うで。そっか、グラフスでも動きづらいことには変わりないっちゅう俺が。ちょっと坂田ヒーローで聞かせてくれや。まあそれって。おい、ラインハルト。さあ来いかわすんだって。惰性通ってから出発するやから時間あるやろ。ああ、ねえ、彼女と一緒に亡命してきたわけやないんか。ちゃうわ。なんかドラゴファクターについて知ってることがあれば教えてくれへんか。知ってることね。俺も最近できるようになったばっかりやからようわからへんねんな。なんでもええや。あのできるようになったきっかけとか。きっかけ、きっかけね。はい、いまいちピンとこれ。思い出したら言うわ。そうか、わかった。せっかくラフルに来てくれたんや。思い出せるよ、頑張るわ。ところで、お前らは明日どっか行くんか？あ、ドラガンと契約してきたから王都へ報告に行くんや。先から無口のがパートナーの竜騎士、アレックスや。あれ？こっちの無口はギルベルト。まあある意味パートナーみたいなもんや。よろしく頼む。あれはレインハルト。こっちからよろしいな。お前たちすら慣れ合うつもりはない。アイドンルース。くまさか一撃も返せないなんて。めっちゃアイス悪いやん、こいつ。こういう主人公かっこ笑いみたいなやつなんや。人生といてくれ。ああ今日はお前らもこのやつにどうなんやろ。なんか思い出したらね、部屋に行くわ。ああ、そうしてもらえると助かる。ほら、はるかちゃん先に部屋にもらってるで。2階の右の部屋でっかい。せかすな。目障りよ、それ。ここは風呂や。あの様子やと、ラインハルトの情報はあんま期待できそうにないな。アホそうやし。せやな。ただ、探す手間が省けただけでもついてた方やろ。でもな、せっかくグラスに来たし、なんか手ぶらでは帰りたくないよな。情報が集まるとしたらやっぱり王都やろか。ああ、流儀書にてはなんか情報つかめるんちゃうげ。それはそうかもしれないが、無害者をそう簡単に入れるとは考えにくいやろ。ああ、まあ誰かが仲介してくれればええねんけどな。邪魔すんねー。邪魔すんねやったら帰って。はいよー、なんでやねん。おーお前ノックしろや。あと声がでかいぞ。ちょっと目に話してやる。俺らの部屋に来てもらえんか。思い出したか。いや、みじんも思い出してへん。ま、紛らわしいなお前。ちょっと後から仕方ねえな、後方ねえかと思ってな。どれ。ま、別にそら構わんけどさ。男と欲しいということは私が同行するのは無粋やな。それな、あたくの彼氏借りるで。別に彼氏とかちゃうねんけど。えへへへへ、真面目か。
や、探しやっちゃな。で、話って何や？あれから考えたんやけど、お前びっくりするほど心当たりないねん。そうか。まあ、しゃあないよな。でもさ、おいらと一緒にオートの流儀場に来れば、なんか手がかりはつかめるかもしれへんで。連れてくれるんか？いいで。俺がおったら中に入れるやろし。それは助かる。俺らもちょうどその話してたんや。それはちょうどよかった。ほら、明日の朝出発するで。あ。話これだけ？あ、いやー、まだある。ケン、お前は何ドラゴンとドラゴンファクターするんや？俺か？俺はブラックドラゴンやで。王者と言われてるブラックドラゴンか。まあ、俺の場合ちょっと特殊やねんけど。どう特殊なんや？まあ、話すとちょっと長くなんねんけど。こうこう、しかじか。ね、じゃあするや。ね、踊りは常にドラゴンと一心同体いうこと？ああ、まあ、そう言っていこうな。だーれ、俺のドラゴンファクターとは全然違うはずや。断りのブラックドラゴンはどこにも。え？さあ、最近見ないけど、やってしゃべった。契約者ならドラゴンの所在ぐらい分かるもんよ。気配消してるのか知らんけど、あいつの場所つかめへんね。お前、なんやねん、こいつ。ねえ、もしドラゴンの力が剣の体から抜けたらどうなってるわけや？ああ、考えたことなかったな。確かにどうなるんやろ。ドラゴンから借りてる力なわけやし、いずれは返さなあかんのじゃ。でも下手したら死ぬ可能性あるからな。え？マジか。だって、そもそもの理由が俺を延命するためやったわけやし。ああ、そうか。まあ確かにそうやな。てか、なんで急にこの話を？お前にドラゴンファクターのこと聞かれて、お前はどうなのか気になってな。ああ、そう。なんか喋ってたら腹減ったな。確かに！そろそろ飯すっか！付き合わせて悪かったな。うん。おなかすなよ。まず言っておくことがある。つうか久しぶりやな。ちょうど今しがた踊るの話してたところよ。そのことについてやったわけ。ペラペラとうちについて話しようってからに。でも協力は多いからに話しておく必要あるやろ。だがあのリュウキスの男はどうや。関係のない人間に我々の秘密を簡単に話すんちゃう。まあ確かにそうやな。今後は気ぃつけるで。なければいい。あ、ところで、お前、いつから会話を？あ、ずっとやな。気配を消して常に坊主のそばにおるからな。こーわ！お前、トイレとか風呂とかマスターベーションまでついてきてへんやろな。なんや？なんや？マスターベーションでもしてたんか？いや、普通に嫌やろ、そんな。まあ、じゃあな、さておき。今後はくれぐれも用意するこっちゃ。冗談やんな。俺のマスターベーション見てたわけじゃないよな。あれ？ほら、どっか出かけたんか？あ、そういや懐かしいな。イナとベレンガリア行った時、風呂場であいつと鉢合わせしてもうて。あん時はさすがに失明したかと思ったが、今となってはいい思い出やな。おめえ学習能力ねえのかよ。ギルも怪しい。今のうちに風呂入っとこうかな。あ、ああ、帰ってきたんか。ああ、さ、今上がるとこや。ん？何や？なんで目閉じてんの？
理由は3つある。ねえ、3つはあるんかいな。あれ、ギルベルト髪長いけど、あのお風呂入るときに髪言ってへん。一つは自分への戒め、前でも同じようなことがあったにも関わらずまた同じ過ちを繰り返してしまった。反省して次につなげることは良いことや。二つ目は眼球の保護、目つぶしを食らう危険があったからや。目つぶし？私がか？その様子だと二つ目の理由は排除して良さそうやな。三つ目は？女性の裸が目の前にあるからや。裸ではないぞ、タオル巻いてるで。なんでさっきからそんな冷静なの？普通はとか下手ーとかなるやろ。何か私は普通の女とはほど遠い遠い生活をしていたからな。普通の反応を求められても困る。いや別に求めてはないけど、てか服着たから出てきてや。一回部屋に置き忘れてるようにな。取りに行くところやった。じゃあ俺が取ってくるから待っててくれ。バカだ。あれバカだ。あなたが女の荷物をされたら誰だや。え、なんでそこは普通の女子やねん。急がどけ。自分で取りに行く。ダダ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 、急にどうしたんよ。中見られたら待ってもでも入ってんのか。中身を見たのか。入ってるんかい。今シュダのお腹の間に人気になってる恋愛者童貞な彼と私を見ろというのか。ええやねんか、そんなもんぐらい別に隠すことちゃうよ。よくない。あんな直視で呼べないような甘々の少年と愛読してるのにしないと恥ずかしさに死ぬで。ほぼ腹から男に連れ寄ってることは恥ずかしくない。何は見てへんやろな。そもそも荷物流すら見てへんや。いっぺん落ち着けよ。ほんまやろな。いやほんまやって。でもまあ、お前にも女子っぽいところあって安心したよ。それは外れやったら、おしゃれした時主人公に対してヒロキ君が言うたり、やはり中身を見たのやな。おい、ヒロキ君めちゃめちゃやるやつやな。ほんまにそうすると人気あんのけ。なんたる恥辱だ。殺せ。ゲイ、あてはシュート事件やねんけど。ある意味パートナーってあのセフレっていう意味やった？誤解だ。ゆうべは楽しみでしたね。誤解はつっぱろうがお前。パートナーはどのようにしていくんだ。やはり列車に乗るやろか。エスタートミナのラディエルって街から6ピーカーに出てるから、そこまで徒歩や。あ、なあ電車に乗らんでええねんな。まあ通してはきれいやないからな。でも普通に魔物とか出るから準備してから出発するんやで。アレックス強いな。あまり口を聞こうとしない。あまりおつまはよろしくない。そける何持ってんじゃ。ああこれね、あったね。青モグラはぐれ1型ハイドワーフ2500。やっぱり効くのは電気だね。うん、ああ水がよく全部水が効くんか。これで水やってもな、戦士力そのものがあんまりあれやからな。お、あ、効かん。うん、しょ。
タフだね。お、レアな鉱石。ラウンドライフは誰か持ってね。ラウンドライフは誰も持ってね。よし。万能力切り。さっきと一緒や。反対なのか。持続性持ってたんです。はい、ラフ。よいしょ。ふぅ！ランゲッパ！オッケー。ランゲッパ。オッケー。マナドリンク。よいしょ。というか HP 低いな。ラインハルト。
よし。あ、進んじった。あ、向こうから人が走ってくるで。じ、邪魔だ、どけどけ。お前なんやねん。まさか カサレスなのか。カサレス、ゲラスなテロシューだな。こで何なら黙って通すわけねえかんな。カタレス戦闘員、くたじ合わせてぶっ殺してやる。あんまり本腰入れて倒すこともなさそうやな、これ。死んだよないけ。しゃなしやで。話やで。なんだこいつら、ただものじゃねえ。あいにく俺らは喧嘩のプロや。縁がなかったな。ほら、待て。はあ、もうやっと捕まえた。お前ら、グラスステロのハンナと、ウホホさんでしたっけ。こらヤスだ。ん、なんでうちのこと知ってんのかな。俺や、ケンや。あー、ケンちゃん、おひさ。お前、話は聞いてるぞ。よう、無事やったな。まあ、なんとかな。セラリー、こいつはカサレスの構成員よ。アジトを特定できたから、うちらで一斉現地をしてきたの。おかしい話だが、連行する道中でこいつらを逃がしちまってな。死に物をぐるで追いかけてきたのちゅうね。一斉現地ということは、カザリスを誤解したんか。いや、アジトっちゅってはカザリスの正体が拠点にしてるような場所や。それほどカザリスの大規模な組織だよ。実際リーダーもおらんかったし。行かないっちゅうわけか。腹立たしいな。よりよ、だってお前がグラスにいるんだよ。それにそっちはグラスの童貞だろ。えっ、レイハルトってやつ。話すとちょっと長くなるんやけど、ほらさ、あの先のラジエルって街にゆっくり行かせてよ。ヘチも気になるわ。おいおい、本当にこちらこそするの忘れてるわけじゃねえだろうな。ああ、ほらあんただけで行ってきてよ。ふざけんな。実は俺たちも王都へ向かってるんや。もし会えたら話すわ。できればそうしてくれよ。一緒に王都までってわけにはいかないからな。だねやけど、王都着いたらお話しような。ケンバルダック、クラスしてんのと言っていたが、彼らは一体、まあ、俺もよう知らんが、多分エール国でいうギルみたいな立ち位置のやつらや。以前グラスに侵攻した時に戦ってる。
じゃやけにいたしりやったな。確かになんだよな。まあ有効的なことに越したことはないやろ。しかし方ですか、あれだけのことをしでかしといてまだ証拠にもなく赤ちゃん働いてるようやな。あんた迷惑してるよ。あいつは見境ないっていうか目的がマジでわからへんね。まあたまたま通りかかったのが俺たちだったからよかったけど、パンジだったらどうなってたろうな。とにかく今後も気をつけて進もう。ちょっとね、行ってないところがあるからね、ちょっとそっち行ってからや。ちょっと待って、そりゃないってよお前。ちょっとここのネームドに勝てんのか。魚食え。いや、ちょっと待って、卵使っちゃおう。よし、はい、ということでね、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス、次回へ続きます。